どうも、おっちゃん保育士高井です。今回は保育士が思わず言ってる口癖をランキング形式でお伝えしていきたいと思います。今回の動画を最後まで見ることで、保育士の生態を知り、保育士同士の会話が盛り上がります。楽しい話題でリフレッシュをしたい保育士の方、たくさんいらっしゃると思います。そんな皆さんの笑顔につながるよう、全力でお伝えしていきますので、おっちゃん頑張れと思ってくださる方は、評価のいいねボタンをよろしくお願いします。それでは今回は、保育士の口癖ランキングというテーマでお話しします。ぜひ皆さんも1位予想してみてくださいね。それでは参りましょう。保育士の口癖ランキング第5位。いいですか？いいですか？こちらは、3歳異常児対応でしょうか。集まって子供たちの前で話し始める前についつい言ってしまうとのことです。続いて参りましょう。保育士の口癖ランキング第4位。ほんま腰やられるわ。ほんま腰やられるわ。話してくれた方が関西方面の保育士さんでした。他の方も子供を見ながら腰をさせたり、ストレッチしたりしているとのことです。職業病ですね。本当にお疲れ様です。いよいよトップ3、保育士の口癖ランキング第3位。これ誰先生？自分のことを覚えているか確認するときに言っているそうです。規模が大きい園なんでしょうかね。子供ドキドキしてそうです。残すはあと2つ。保育士の口癖ランキング。第2位。誰か臭くない？誰か臭くない？嗅覚が鋭くなり、気がつくとお尻の匂いを嗅いでいる。保育士じゃなかったらやばい人ですよね、と笑ってました。柔軟剤の匂いで名前のない衣類が誰のかわかる強者もいるとか、いないとか。大丈夫ですか？私、匂ってませんか？お待たせしました。保育士の口癖ランキング。栄えある第1位は、痩せたー！園の給食をお腹いっぱい食べて、園のおやつも完食。持ってきた袋菓子を休憩中に食べながら、必ず誰か一人は言っているそうです。痩せられるかな。いかがでしたか？最後に、明日から使えるアクションプランをお伝えします。それは、子供によく使う口癖を3つ書き出してみようです。皆さんが何気なく使っている口癖は結構子供に影響を与えていますので、良くも悪くも自分の口癖を知ることで日々の保育の質がさらに高められます。ぜひ実践してみてください。今回は保育士の口癖ランキングというテーマで、お話をしてきました。おさらいしますと、第5位、いいですか？第4位、もう腰やられるわ。第3位、これ、誰先生？第2位、誰か、臭くない？第1位、痩せたーい。です。そして、明日から使えるアクションプランは、子供によく使う口癖を3つ書き出してみよう、です。今日は、保育士の口癖をランキングでお届けしてきましたが、他にもこんなこと聞いてみたいという方がいましたら、要望に合わせてお話していきますので、お気軽にコメントくださいね。今日面白かったと思ったら、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日ここまで、最後までご視聴ありがとうございました。おしまい。今回もご視聴最後までありがとうございました。よかったらチャンネル登録と評価のいいねよろしくお願いします。また次回も見てください。バイバイ。